皆さんどうもこんにちは。朝パンチャンネルの朝パンとお母さんです。今日は何をやるかと言いますと、今日は8月の30日の火曜日です。イエーイ。なんか昨日と今日で違うかもしれないけど、なんかいろいろファミリーマートで売ってるっていうので、お母さん今日お仕事が終わって行ってきました。そしたらね、もう一個欲しかったね、なんかキャンディーなんちゃらかんちゃらってやつが買えなかったの。なので見つけたら今度買いたいと思います。はい、で一個ずつ紹介していきましょう。じゃじゃん。はい、まず1個目、レインボーコットンキャンディーボディーシール全5種類。こちらは前にただのレインボーコットンキャンディーだった時食べたね。うん、石ビルさんがいるよ。かわいい、かわいい、かわいい。なんか表紙もかわいいよね。かわいい。多分味はこの間のと一緒なんじゃない？いや、ちょっと違うよ。だってオレンジ多分なかったの。そう。あとストロベリーじゃなくてプレーンがないの。あ、そうだ、前はここのストロベリーとこが白だったね。うん。で、裏にボディシールがついてます。選んだのはこれとね、これ小屋とまんちゃんがメインのやつ。イエーイ。これもさ、夏休み中にさ発売してくれたら夏休みの間貼れたのにね。うん、まあしょうがない。うん、はい、じゃあ次はこれです。開けてみる。まんちゃんは小屋で、お母さんはまんちゃんの、お母さんのはまんちゃんです。小屋です。はい、後ろはジッパータイプになってます。サムネが入ってる。イエーイ。5個入ってるね。うん、食べな。でこれね、大きさ的に何を入れようかな。パーミッションのちょっとこれか入れてね。ちょっとでかいんよこれ。入るのでしょうか。入んない。じゃあ普通のサイズのシングルにホビホビ入った。だけど後ろが閉まらないかも。上手にここピッてやれば、はい、閉まるね。閉まるんだけど、ちょっとほらサイズが違うから斜めになっちゃう。もーちゃん何入れるの？うちはこれ。ああ、この間のカードね。うん、サイズちょうどよかった。かわいいじゃん。かわいい。かわいいね、これね。はい、じゃあ次です。次がこの BT イシビル巾着。お菓子が入ってます。コーンポタージュスナックとサイダーラムネが入ってます。開けてごらん。開けれる？お母さん、まんちゃん買ったの。まんちゃんね、頭からポテトが出てる感じ。ほら、かわいい。頭からポテト。ポテトっぽいよね。裏はこんな感じ。おや、ピザに似てます。ホットドッグとまんちゃん。結構やね。中身が、コーンポタージュスナック。石切り君が書いてある。もう一個で、そうって。サイダーラムネ。これね、さっきのこのラムネの会社と同じとこから出してるから多分味は一緒だと思います。ホヤの耳が外れてるよ、見て。ホヤ耳取って遊んでんじゃん。うん、はい、これが入ってました。おいしそう。おいしそう。お食べ。お母さん、お食べなさい。お母さんを食べますね。ニーニーに入れるじゃん。やだ、いいだとすぐ食べちゃうよ。はい、今日はこちらを買ってきました。なんで？耳が、こっちも小屋の耳取れてる。耳取りすぎてかわいい。小屋はピザと、ピザを蓋にして寝てるよ。ねえ、かわいいよね、この巾着ね。何入れるの？お菓子かい。はい、今日はファミリーマートに行って買ってきました。かわいい。
今後もね、9月もいろいろ発売されるらしいので大変だね。9月はね、大忙しいよ。ほんとだよ。暑かったり寒かったりね、最近涼しくなったからみんな風邪をひかないようにね、体調悪くなるからこういう時。うん、はい、今日はこんな感じで紹介していきました。こちらの動画もよろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。なんで笑うのよチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますって可愛く言ってよ文ちゃんが人の顔を見て笑ってきます。違う、ママ変顔してます。変顔とかしてないよ。はい、以上朝パンチャンネルでしたバイバーイわーブス誰がブスやねん。バイバイ、じゃあね。ナムさんはイケメンです。